セジウィック軍はアメリカ合衆国コロラド州の北東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は2379人であり、2000年の2747人から13.4%減少した。軍庁所在地はジュールズバーグであり、同軍で人口最大の町でもある。セジウィック軍は1889年4月9日に、 設立され、軍名は、プラットトレール沿いにある、セジウィック取り出にちなんで名付けられており、その取り出は、南北戦争で活躍し、戦死した北軍の少将ジョンセジウィックにちなんむものである。1860年4月3日から1861年1月まで、運行されたポニーエクスプレスは、ネブラスカ州から、コロラド州の北東隅を横切って再度ネブラスカ州に入っていたので、 ジュールズバーグがコロラド州では2つしかない中継駅の一つになった。また1869年に開通した最初の大陸横断鉄道は短い区間のみがコロラド州に入ってジュールズバーグを停車駅にした。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は549.60平方マイルであり、このうち陸地は548.24平方マイル。 水域は1.36平方マイルで、水域率は0.25%である。軍内には地域空港として、ジュールズバーグ空港があり、また、週刊高速道路76号線が、軍の南西部から北東部に向かい、ジュールズバーグを過ぎた後に、ネブラスカ州に入って、週刊高速道路80号線に合流している。最初の大陸横断鉄道は、現在も、 ジュールズバーグを通っており、交通の要衝ということもできる。ジュールズバーグにあるセジウィック郡庁舎以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。